はい、本日はですね、こちらノースフェイスとシュプリームのコラボのジャケットをご紹介していきたいなと思います。これは2022年、ほんまに最近出たばっかりの、6月ぐらいに出たばっかりのジャケットになってるんですけども、おいおい、タクゾーと。なんでお前ノースフェイスでシュプリーム今までやらんかったのに、今回シュプリームやりだしてってことなんですけども、ちょっと僕これからね、インスタグラムの方も伸ばしていこうかなってことで、インスタグラムの方は結構シュプリームの、ね、需要が高いということなんで、まあどうせやったらこれ買ったんやったら、インスタグラムだけじゃなくて YouTube の方でも紹介したらもっと面白いんじゃないかってことでね、紹介させていただきたいなと思います。ではまず着用していこうかなと思いますので、ジャケットやから秋冬なんかなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はこれ後で面白いんですけど、見てください、夏も着れるバージョンになるんですということでね、まずは着用していきましょう。はい、とまあいかがでしょうか。こちらがですね、僕今着用してるのが L サイズを着用しております。まあ、サイズ感的にはおそらくジャストっていうか、あのシュプリームの形的には多分おそらく L が僕はいいと思うんですけども、まあ、このような感じですね。派手やな。しかしこんな柄のやつ着て金髪で街中見かけたら皆さん逃げてくださいね。完全に反社の人ですからね、それは逃げてくださいということなんですが、これ他にもね、色があってブラックもあるしホワイトもあるんですけども、まあ後でね値段は言うとして、でロゴを見てください。こちらにね、腕のとこに、ノースフェイスシュプリーム、まあいつもコラボの時は大体これ出てますよね。あ、はいはいはい。ただでも柄が派手すぎてもうここは目立ってないですけどね、こんな感じのスタイルということになっております。で次ね、特徴を見ていきたいなと思うんですけども、そもそもの作り自体はね、やっぱりノースフェイスを普段持ってる僕からしたらちょっと安っぽいんですけども、まあその辺はどういうところに出てるんかと申しますとですね、例えばベルクロで、ベルクロってね、そんなもん普通作ってんかったら何が高いか安いか分からへんと思うんですけど、まあ、このベルクロって今のシュプリームの使われてるじゃないですか。でノースフェイスとかでよく使われてるね、これマウンテンライトっていう、まあこれ見てる人やったらマウンテンライト知らん人おらんでしょ、マウンテンライトっていう、まあ、ノースフェイスの名作なんですけども、だいたいノースフェイスのってこのベルクロが使われてるんですよね。何が違うんかっていうと、よく見たら若干違うんやけども、このシュプリームの方がちょっとボコボコしてる感じで、ノースフェイスの方がこう際立ってるというか、そのテンパっぽい感じになってるんですけど、こっちのベルクロの方が若干高いんですよね、単価が。まあ言うたってこんなん知れてますけどね。でそれ以外にもね、生地がね、これ一応ナイロンなんですけども、こういった他のねノースフェイスのねアイテムって同じくこれもナイロンなんですよ。やけどもともとちゃんと染色されてるナイロンと、このシュプリームノースはプリントされてるだけなんですよ。上からパーンってプリントしてるだけやから、何回も洗っていくとね、これはもう色落ちが早いです。こっちのはねプリントしてる状態なんで、どうしても色落ちはしちゃうということなんですが、まあそれ以外にもね、こうジップがね、シングルジップしかないっていう、こうダブルジップとかやったらこうやって止めた時に下からもこういうて開けるんだけど、それがそもそもないからシングルしかないという、まあいろいろ見ていくとコストはちょっとだいぶ削減されてるんやけども、そんなことを多分気にしてこれ皆さん買ってないですよね。見た目とかも大事にして買ってるってことなんで、まあ、その辺はちょっと一回置いときましょう。では特徴ですけども、なんでこんな真夏にねこんなもん買ってねんってことなんですが、これ実はスタイルを変えていけるんですよ。スタイル変えていけんのってどういうことなんですかっていうとですね、まずは第一段階ということで変身していくと、はい、とこんな感じで、ね、あれれ袖なくなったよねと、さっきまでこれ袖ありましたよねって、長袖でしたよねって感じなんだけども、これね外せれるんですよ。でへえ、半袖バージョンにもなるのと、まあ、だから半袖のこう薄いジャケットみたいな感じになるんですよね。あ、確かにこれシャツみたいな感じやけども、こういった感じの形態にもなるんだね。それだけではございません。この半袖バージョンだけで喜んでるようなシュプリームではございません。じゃあ次は第二段階に行きたいなと思います。ズドン、次はこのようにちゃんちゃんこスタイルにもなるんですね。何が変わったかと申しますとですね、あれ、ちょっと待って、さっきまで長袖でしたよね、次は半袖になりましたよね、あれ、次ベストなってちゃんちゃんこバージョンになってますよねっていうのがね、これ見てもらったら分かると思うんですけど、実はジップで引っ付けてるだけやから、こうやって外したりつけたりすることができるんですよ。でその時の気分とかでね、まあさすがに夏とかやったら長袖着るのあれから、あ、じゃあこれベスト状態で着てみようかな、まあ僕は似合ってないけども、似合ってる人が着たらね、あ、それそれかっこいいじゃないかってなってくるし、最後の第4段階もまだあります。他次どこ着んねんと、こうおへそ出してくるんかなと思うじゃないですか。次はこちらです。はい、ということで、何が変わったのと、変わった違いありますかってことなんですけど、そうなんですよね、これ頭なんですよね。これフードが次は出てくるということで、ここの後ろのところに収納をさっきまでされてたんですよ。だこのフードを出した状態でもできるし、こうやって外した状態もできるしっていうことで、これは収納して中にこうやってくる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 入れてジップで締めることもできるんですよ。というようにですね、フリーザ並みの展開の進化ができるんですよね。セルとかも同じですよね。第1段階、第2段階、第3段階、第4段階、最終形態ということであるんですけども、そういったこちらはねフリーザジャケットということになっております。では次お値段に行きたいなと思います。お値段がですね、さあいくらになってるんでしょうかということで、
でこのタグを見ていただきましょう。ズドンということで44,000円、まあ消費税入れたら44,000円けど本体税は40,000円ということで、購入しましたが、僕はプレネで買っておりますので、だいたい50,000円ちょっとぐらいで買っております。まあただそんなに対してプレネにはなってないんで、まあ、そこまで人気のなかったジャケットなんかもしれないんですけどもね、そういったところで一回どんな感じの反応があるかっていうのをね、一回シュプリーム買ってみて、ノースフェイスのシュプリームコラボ買ってみて、まあこれで今回見てみて反応が良かったら次アクフがダウンも買っていくというふうにねしたいなと思ってるんですけど、そういった価格になっております。で次がですね、まあデメリットはね何かっていうとね、はっきり言ってこのジャケットに機能性ってないんですよね。だから機能性っていうと、まあ変身できる、その袖なくしたりノースリーブにしたりフード出したりっていう変身はできるから、その着こなしの幅は広がると思うんですけども、機能的な防水であったり防風であったりっていうのは全くない、ただのナイロンのペラ1の、まあ後ろにメッシュはついてるけどもジャケットなんで、そこにね僕の人を支えたらお金出すかって言われたら、微妙な人が多いんちゃうかなとも思うんですけども、まあ見た目が良ければそれでいいやんっていう人もいてはるので、そういったところが、まあ、デメリットになるんですけど、じゃあメリットとしては何かというと、非常に生地もね薄いんですよ。せやから時期的にはちょっと夏は厳しいにしても、春先ぐらいから真夏除いて次秋とかねぐらいも着れるんじゃないかなと思います。だから逆に着れる時期としては、まあ春夏秋ぐらいは着れると思うので、意外とね着用シーズンは長いと思うし、なんやったら袖とかこうやってなくしていけるのって僕持ってるジャケットで一着もないんで、これはこれでね面白いんじゃないかなと思います。ということで、本日初めてシュプノースのねレビュー動画っていうのを作ってみたんですけども、まあ、これの反応次第ですよね。全然反応ないって言ったらもうやらへんし、反応がめちゃくちゃあるってなったらね、またぜひぜひやっていきたいなと思いますので、今回はシュプリームノースフェイスのコラボジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。